魔王の俺に挑んできたのだ。お前には罰を与える。サガン様、お前にはこれから1週間ネフィの手伝いを命じる。え、私を食べるのではないのか。はあ、自分が悪人顔だという自覚はあるが、子供を丸かじりするやつみたいに言われるのはさすがに。人間は竜の血肉を得れば強くなれると。そうなんですか。竜の血を浴びれば不死身になれる。肉を食らえば無限の魔力が得られる。骨を煎じて飲めば万病に効く。古来よりそんな伝承はいくらでもある。それで正体を隠していたのか。バカにするな。お前のようなガキを食うなんて後味の悪いことができるか。ネフィ、昼食の余りはあるか。おいしい。当然だ、ネフィが作ったのだから。恐縮です。俺は書庫に戻る。お前は食べ終わったらネフィに従事しろ。待て、うん、私がこの女を襲うとは考えないのか。そうでなくとも逃げ出すとは。好きにすればよかろう。お前の秘密を知った俺の前から逃げ出すことが何を意味するのかもわからんならな。それと勘違いしているようだが、ネフィはお前などよりよほど強いぞ。